の皆さん大きな拍手お願いします。さあそれではレッドカーペットを歩いていただきましょう。常に注目や話題性、一瞬を持って魅力いっぱいあると思うんですけど、個人的にはやっぱりこう普段のちょっとポワポワした雰囲気とパフォーマンスとのギャップ、あとパフォーマンスになるともう人が変わったかのようにムキってなった感じの表情でパフォーマンスするところがやっぱギャップが出るところで私たちの魅力かなというふうに思います。